ねえねえメルちゃん、何ですか？今日は3月3日何の日でしょうか？節分。節分は2月3日でしゅ。ああそうだった。3月ってどんな季節だろう？桃の花の季節。そうだね。ピンクのお祭りといえばひな祭り。私たち女の子のお祭り。ということで今日はひな祭りごっこしようよ。いやいや、ひな祭りは桃の節句って言って女の子の祭りなの。だから今から私たち着物になろうよ。いいねいいね。じゃーん、メルがねこれね全部ね持ってきたんだよ。わあどれもかわいい。迷っちゃうな。どうやって決める？じゃあね、じゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ、メルが勝ち。最初はグー、じゃんけんぽい。ねねの勝ち。じゃあメルちゃんから選んでいいよ。やっぱりひな祭りといえばなんか女の子がこのピンクの服着てるイメージだから、このピンク。こちら巾着と髪飾りもセットになっております。ねねどれにしようかな。ねねちゃんに似合うのはこっちじゃない？ちょっと顔合わせてみるね。うん、ねね赤にするでちゅ。じゃあれなちゃん、はいこれどうぞ。これもおしゃれで可愛かったけどね。じゃあれなはこっちにするね。うん、へえ、イエーイ。はい、みんな着替え終わりましたね。すごーい、リボンと着物とこんな感じ。メルの可愛いから見て見て。メルちゃんめっちゃ可愛いね。てれーピンク。巾着の紐が黄色で合うでしょ。後ろの帯は黒いリボン。どう？レナちゃんのは白と黒と赤で大人っぽい水玉のリボン。どうかしら？いいね、大人っぽい。このチェック柄がすごくグッド。女の子の祭りって感じ。ね。みんなでさ、お雛様飾ろうよ。うん、いいねいいね。それはスミレのお雛様です。スミレちゃん、お雛様飾ろう。いいよ、じゃあみんなで飾ろう。こっちです。皆さん、私のお雛様は何色でしょう？何色かな。あ、めっちゃ痛い、めっちゃ痛いよ、ペチ。ダメ。正解はピンク色です。これはね、ジジとババになってもらいました。じゃあ開けんね。いやいやいや、はい、中身はこんな感じ。おー、かわいいね。これでね、こうやってやるんですよ。お雛様とお代理様のバッグですね。これはこれをお二人の台座です。ポンポン、もう一年も寝てますよ。起きてください。主役。こんにちは、私の。ぽくなってきました。多分ね、この子はね、この髪型で見られたくないから。はい、どうぞ。お餅よ。これはひし餅。はい、明かりをつけましょう、ぼんぼりに。電池がないよ、なぜかしら。桃の花。なんかうんちだね。全部すみれちゃんが飾れるそうです。できました。わー、立派だね。わー、すごすぎる。綺麗だね。ねえねえ、あそこの木さ、大きくてさ、綺麗じゃない？桃の木。もうちょっとでお花が咲きそうだね。うん、三人三女は私たちで、五人囃子がいないでしょ。五人囃子、私さ知ってる。じゃあ連れてくんね。僕たちがお手伝いします。うん。あ、ちょうどよかったでしゅ。僕たち小さいけど頑張るね。ペッちゃんもいまっちゅ。仲間外れにしないでください。うちも女の子だったね。ね、ひな祭りのお菓子を買ってみたの。まずはじゃん、
キャラメルコーンのおひな祭り限定、ハートが入ってるかも。桃味だって。桃味、いい匂いがしそうでしゅ。すごく桃のね、匂いがです。わー、桃の匂い。見て見て、キャラメルコーンにレアのハート入ってた。次もひな祭り限定のお菓子、チロルチョコ。あ、すごい組み立てられるんだ。よし、あげましょう。なんとチロルチョコの箱がすごい、ひな壇になりました。お代理様、なんとチロルチョコを重ねるとおひな様になります。三人感情もいます。チロルチョコもひな祭り味です。いいね、映えますよ。次のひな祭りおやつは、じゃん、いちごマシュマロ。イエイ。1、1、1、1。次のおやつでしゅ、ひな祭りといえば、それを忘れていた、ひなあられ。大好きです。あのね、幼稚園でね、食べた、うん、出たの、これ美味しかった。次のおやつは、じゃん、ぬれ組、山梨さんの白桃でございます。かわいいひな祭りお菓子セットができました。これは何ですか？甘酒、白酒。乾杯。乾杯。やっぱりひな祭りと言ったらこれや。幼稚園ではね、飲めない子が多かったからカルピスでした。でもこんなに美味しいのになぜかと思います。これ酒粕で作った甘い甘酒。どうぞ、メルちゃん。おいしい。これを飲むと寒い日って思うんだよな。ほっとする。おいしい。キャラメルコーンの桃味みたいで、すごくシャリシャリしておいしい。ねねはピュレ組食べるでしゅ。酸っぱいけどおいしい。すみれもピュレ組食べるでしゅ。なんか上のこのピンクの部分が甘いで、この下の部分が酸っぱいです。すごい桃。やっぱり女の子がいいよ。